こんばんは、時間堂動画日記です。今日は6月の22日で、仙台でワークショップを終えた後の、懇親会をしています。右側が千田美笠さんで、左側が川熊美希さんです。こんばんは。ワークショップありがとうございました。ありがとうございました。美笠さんは駿府町で、主催をして振り付けをされています。川熊さんはフリーの俳優さん。フリーおはようシアターで駿府町の美術もやっています。そうなんですか、はい、今お二人でおはようシアターって言って、幼稚園とか保育園とか、あちびちびちゃんたちと一緒に歌ったり踊ったり踊ったり遊んだりしています。はい、仙台でご活躍ということで、はい、いえいえ、あの美笠さんは前の星の結び目を駒場アゴラ劇場に見に来てくださって、はいはいはい、ぜひローザも仙台に見に来てください。はい、はい、今日あの行けることが分かったのでよかったよかった楽しみです。はい、頑張ります。楽しみしてます。はい、最後にちょっと駿府町の紹介をして終わってください。あれ、いいんですか。いいですよ。新作100年ポスターっていうのを今作ってます。でそれを作って仙台市内と、あと枝水でやる予定です。時間堂の前にやるんですよね、確か。時間堂の前、後だと思う。後だっけ。あ、そっか。じゃあ時間堂の後、時間堂の後に枝道で、はい、声されるので、はい、見られないと思うんですが残ってずっと居残ってる。そうですね、枝道2ヶ月ぐらいね、はい、というわけで、はい、美笠さんと川熊さんでした。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。